バルセロナよりピアニストの史跡です。今日は前回に引き続きインプレッショネス、インティマス、内なる印象、モンポーンのこの曲を続けて取り上げたいと思います。今日は、パハロ・トリステ、悲しい鳥、ラバルカ、小舟、そしてクーナ、ゆりかごですね。これは子守歌です。パハロ・トリステ、悲しい鳥、鳥が悲しいのではなくて、モンポーが飼っていた鳥の鳴き声がいつも聞こえてたそうなんです。これが悲しそうに聞こえたので、これを元にして曲を作ったということです。音としては非常に凝縮した音で弾かないといけないです。指示通りラルゴって書いてあるので、やっぱりゆっくり弾きます。この曲も楽譜通りの長さではなくて、ある音符は長く楽譜に書ききれないようになっています。ではちょっと弾いてみましょう。単位となっているのはこの8分音符のこの形です。全部左手またで、こういう風に出てきます。何度も出てきます。では、弾いてみましょう。それから、これは2小節目、ここのところエスプレッシボって書いてあるので、しかも音が高くなってるの でここにまた横棒が弾いてあります。左の音ですね、このこれは、前の時にも出てきたように、それと横にタイのような線が引いてあります。でこれは別に弾く、ボーンって響くように弾いてください。それで7小節からここはソフトサウンドって書いてあるんですけど、強い音って出すというよりは明るい音でここで終わりますよね。セルアンドなって動いて11小節でクレッシェンドって書いてあるんですけど、ここはちょっとディミニュエンドです。で、横棒がですね弾いてある以上にモンポーンの声を聞いて弾くようにってカルメンが言われてるんですけども、例えばこうよく感じてください。それでアチルダンドになってまた10小節で、リタルダンドになる、ここ の表情の作り方、これをよく研究してください。で、フレーズとしてはこうなります。でここは別に
16分音符、それから17小節18小節に出てくる16分音符、これはすべて鳥の声と思ってください。11からピアノになってちょっとゆっくりこう横についてますから、これは鳥の声、左手がですね、16小節の横棒がついてます。これをよく聞いて、これは音を鳴らさずに押さえる、それでここでペダルを踏み替えて、それでここからアテンポ、このところはですね、ハーフペダルで変えていく、ここのこの17小節のこのこれは U アップです。左手がこの中に入って、ハーフペダルで変えながら最後のこれだんだんこの音にしていきます。でまた、同じように全く前と同じ形になりますね。それで2回目はここで演奏者としては音の色を変える。例えば最初の音、で弾いたとしたら、ここ、前よりよく弾くとか、音をですね、もうちょっと暗い音で弾くとか、それを変えた方がいいと思います。で、3回目また同じ。これが38小節に、この鳥の声の後にまた、3回目出てくるんですけれども、私のおすすめとしてはここは名残のようにピアニッシモで、変えて弾かれた方がいいと思います。それで今度はこれ、で最後、こういう中で消えてなくなるというふうに弾かれたらいいと思います。この曲はですね、少ない音の中にいろんな表情が組み込まれているので、表情豊かに弾くのはちょっと難しいかもしれないですけれども、何度か弾いてるうちに分かってくると思います。なので試してください。私が心に描いている風景というのは、澄み切った空気の中、木立から聞こえる秘話の声、本当は家の中に飼っている鳥なんですけど、森の中から聞こえてくるような、澄み切った空気の中で聞こえてくる鳥の声と思いながら弾いています。ご参考にされてください。次の曲はラバルカ、小舟という題なんですけど、船がこうゆったりと波に浮かびながら
そこでまどろみながら寝転がってるっていう感じの曲です。眠い光の中で波の音がゆっくり聞こえてる、そんな感じです。で、静かに、それでこう揺れるように表現してください。では、これもラルコって書いてあります。で、ここに横棒が書いてないんですけど、最初のこのそれで、A の部分はですね、6小節の2拍目までですね。全部横棒があるので、しかもリタルダウンなので、その通りに弾いてください。それで12小節からまたこれが始まります。今度は、C の部分として18小節波が来た感じですね。ちょっとフォルテで。で、ここまで来て、ここでガラッと気分が。それでここはですね、手の大きな人は。大きい人は届くと思いますけれども、文法が手が大きかったので届いたんですが、でもこれは届かるぞ、これも右手もらう。でここでほとんど終わりなんですけど、ピアニッシモで A の部分がもう一度出てきます。これも名残のように最初の、形が今度はちょっとだけ音が変わってくる。凝縮した音で弾いてください。で、この最後のピアニッシモの部分はほとんど最初マドロンでこう揺れてたのがもうここではもうほとんど寝ているという感じで終わってください。次の曲はクナって書かれています。ゆりかご、子守歌だと思ってください。ではこれがずっと曲が進んでいます。で、これはゆりかごがこう揺れて前のバルコみたいな感じによく似てるんですけれど、ここはやはり子供が寝ている、そういう感じですね。
しいかもしれない。左手ここ。この音と、この音と、この音合わせる。これが合うように、それであのメロディーを歌っていくように。それから3小節目はこれ。ここで、エスプレッシーボになります。それで3小節目の終わりはディミネンド。で、ここからクレッシェンドになります。もう一度。そうなんですけれども、ホルテとかメゾホルテとか書いてるときに、あの強くというよりはちょっと広がった感じっていうふうに思われた方が表現がしやすくなります。で、ここもですね、こうここの後に横棒がついてるので、ちょっとこれが長くなります。ここでピアノに戻ります。7小節でピアノで、この曲の特徴として、この初めに言いましたね、この単位であのずっと動いていくんですけど、1、2、3、1、2、3の正確なリズムというよりはちょっとここがちょっと長いんです。エスプレッシーボと8小節に書いてあります。ここはあのすごくよく歌って弾かれると弾けると思います。それと、9小節目ですね、盛り上がるときに最初の4小節目とちょっと違うのは、ここに違うのが入ります。
世界が伝わったでしょうか。今日はここで終わります。また次回最後の2曲ですね、続けてやっていきたいと思います。ではバルセロナよりアディオス。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思われたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけるととても励みになります。また次の動画でお会いしましょう。